旅ってこんなもん TV のコミでございます。今回なんですけども、はい、ソフトクリームの方を食べに行きたいと思います。ソフトクリーム、来ましたね、はい、この季節といえばね、ソフトクリームでしょう。やっぱりね、僕たちといえば橿原市に住んでるじゃないですか。そうですね、橿原市が誇るソフトクリームのお店あるじゃないですか。イエーイ、向田さんです。知ってると知ってるでしょう、ね、ここは、うん、まあね、橿原のほぼほぼ飛鳥寄りかな、うん、っていうところにあるんですけども、うん、とても濃厚なソフトクリームが美味しいミルク工房さん、うん、楽しみですね。もう僕らも昔からよう行っててな。はいはい、よう行きましたね。まああんまりだから美味しすぎて人に教えたくないってことで今まで取り上げてこなかったんですけど、なるほど、まあ今回はついにそこを解禁、行っちゃいましょうや。早速行きましょうか、うん、じゃあミルク工房さんの A レッツゴー、ゴー、旅コン TV。はい、いただきます。溶ける前にね、早く食べてしまいましょう。はい、バスカルビーソフトでございます。はい、いただきます。うまいっすね。うまいな。さっぱりとしたイチゴの味がうまいっすね。いいな。うん、そんなに甘みは強くないっすね。あ、そうなんや。うん、イチゴの酸味の甘みが強いっすね。ほうほうほう、うん、うまい。はい、じゃあこちらがね、ブルーベリージャムソフトということで、あのブルーベリーのジャムが乗ってますね。じゃあ早速いただきたいと思います。結構たっぷりいただきます。うん、あ、バニラうまいな。まずバニラ自体が結構さっぱりした。バニラなんかもっと濃厚やった記憶があんねんけど、なんか大人になって食べたら意外にさっぱりしてて食べやすいなって思う。そうですね。でそのさっぱりした中でこのブルーベリーの甘さがねガツンときて、まあこの真夏この暑い時に最高やなって思いますね。冷たいのがやっぱうまいな。うん、うん、バニラうまいわ。はい、はい、食べていきましょう。はい、タビコン TV。 はい、っていうことでね、ミルク工房さんの方に行ってきたんですけど、うーどかったですね。最近ずらし、はい。まあ、今回ね、あの橿原市の、まあ、飛鳥村までは行かないんですけど、その近くにあるミルク工房さんの方でソフトクリームやねんけど、ブルーベリーと飛鳥ルビーソフトを食べたんですけど、はい、なんか昔と味変わったなっていうのが第一印象でしたかね。昔っていつぐらいやろ。結構前やと思います。ほんまにな、もう 7,8 年以上前から。そうですね、うん、学生の時かもしれないですけど、うん、なんかその頃よりさっぱりとした味になりましたね。そう、結構口当たりは良くなったよな。うんうん、うん、すっきり食べれるっていう感じ。夏場食べやすい味になったから。そうそうそう。で前は多分アスカルビーソフトじゃなくて普通のバニラ食ったっていうのもあると思うんですけど、うん、そうですね、うん、今回食べたねアスカルビーソフトはバニラの味が強いっていうよりも、うん、なんか最後にいちごの酸味の甘さっていうんですかね、うん、でそのままその後にバニラミルクの味が追いかけてくるような感じでしたね、うん、ちょっと酸味とかちょっとだからこう酸っぱさと甘さが混ざってる。酸っぱさまではいかへんけども、はい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 、あれなんかな。僕の方のブルーベリーに関してもコミが言ったようにちょっとさっぱりしたソフトクリームだったんよね、はい、もしかしたら、まあ、ブルーベリーとかさ、まあ、アスカルビーそもそもがさフルーツやから甘さあるやんか、うん、だからそこに合わせたソフトクリームにしてる可能性はあるよな。なるほどね。そこだから前は僕もソフトクリームのみを食べたんや。だからすげえ濃厚やなって感じてんけど、今回ちょっとそこよりもさっぱりやなって感じだから、うん、もしかしたらちょっと変えてるのかもしれん。ぜひ皆さんね、店の目の前まで行ってもらったら駐車場もかぐやまのそのミルクオーブンとかにあるんで、ぜひね止めてね行ってもらえたらなと思います。はい、こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。はい、あとツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。はい、本日のコミの一言。ソフトな気持ちになりました。どういう、はい、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。